孫さんちょっと呼びたいかもしれないな、俺。孫さんのね、俺コーチング相当信用してるのよ。そう。JP は。ちょ、電話していい？僕の対戦相手に。あの伝説の。ありがとうございます。どうします？あの、インターバルの時に、なんか、アドバイスもらってもいいらしいんですけど、はい、ま、俺は、あの、河川さんとかなえさんは、あの、アドバイスを1試合ごとに受けるだけでも、結構こ、勝率変わるんじゃないかなと思って。はい。変わると思いますよ。うん、そうっすよね。なんで、ま、行った方がいいかなと思ってるんですけど。いや、呼びましょう、これは。それで大丈夫ですか？じゃあ、はい、大丈夫です。一応なんかプゲラがいけるっぽいんですよね。ありがたいです。プゲピの元帥プゲラとか、あ、ハメコもいけるっぽいんで、だからカナエさんはハメコにちょっと行ってもらって、カナエさんとカセンさんのはこれがまあ助言できると思うんですけど、まあ、それでプラスあのプゲラに行ってもらって、でその2人の試合の時以外は、まあ、彼らはミュートしてるみたいな感じがいいかなと思うんですけど。はい、ぜひお願いします。はい、お願いします。じゃあ始まったら呼びます。あざっす。はい、チャンボン。あ、チャンボン欲しいですか？欲しければ呼びます。それは欲しいです。あ、欲しいですか？大丈夫そうだけどな。まあでもじゃあ、あとで。いやでもなんか声聞くと落ち着くんですよね。ああ、まあでもそういうのはね、あるかもしれないんで。じゃあ呼びましょう。安心だ。安心する、老子の声。確かに。うん、実際でも剣はあんまし、え、大会、あ、そうだ、俺聞きたいことありました、ビーストに。はいはい。大会前の心持ちとか、うん、大会前は絶対これするってあるんですか？ルーティンみたいな。大会前これするは、あの、あんま直前に食わないっていうのがあるんですけど。食わない、飯集中力がね。俺マジでちょっと食っちゃったんですよ今。はぁ、いや、ただいや、これいや、これちょっとブロッコリー食ったんすか？ブロッコリー食っちゃって、いや、あら、ただね、長丁場の場合は許されると思ってますこれは。そのエネルギーが枯渇すんだ一番良くないですよ。まあ、あ、なるほど。そうそうそう、エネルギーが。そうなんですよ。だからちょっと相談したんですけど、自分の中でも、まあ、食った方がいいなみたいな。はいはい、ありがとう。20分開始ですね。うっす、だから13分。うわ、ギリギリまで戦ってたいな俺。これちょっとあの、ま、孫さんちょっと呼びたいかもしれないな俺。あの伝説の。そう、いや、俺自身のアドバイスなんですけど、ちょっと聞きたいかもな。いけるかな。僕らじゃ、梅原さんがランド帰ってきた時にアドバイス。そうなんですよね。俺この間ちょっとさすがに意味ねえなと思って戻んなかったんですけど。意味ねえことはないですよ。すいません。俺だってね、できるかもしんないですよ。まあ確かに確かに。あの、パンチ当てた方がいいですよとか。まああとそうっすよね。てかその応援とかあるから、まあ戻ってもいいっすよね。別にね。そうっすよ。すいません、待ってますよ僕らは。チームですよ、チーム。ちょっと待ってくださいね。せっかくここまで練習したんで、やっぱりベスト尽くしたいなと思って。いいっすね。邪魔してやろうと思って。孫さん既読になんねんだけど、あるそんなこと。マスターから近づける。この配信見てねえのかよ。近づけないでしょぶっちゃけ。CR 見てないの孫さん。もう分かった、俺めちゃくちゃもうだって100戦してきたもん。孫さん CR 見てないの？忘れる前にやった。マジ？孫さんのね、俺コーチング相当信用してるのよ。そう。JP は。ちょ、電話していい？僕の対戦相手に。あ、結構ね。特殊調理食材だからな。すいません、失礼します。いいですね。お、あ、お疲れ様です。2D ウッド先生。あ、どうもどうもどうも。すいません。クンさん、ルーム入ってほしいって。あれがい？終わったら持っといて。これ終わったら。うん。あ、これ梅原、え、これどういう感じ？いますよ。いや、どういう感じでしょうこれ。あ、試合が始まったら、うん、俺と数の子の試合を見て、俺が試合1試合終わるごとにこの部屋に戻ってくるから、そこでアドバイスをしてほしいなっていう話、うん、あ、じゃあ俺その時だけでいいね。そうだね、うん、その時だけ大丈夫、うん、そうだよね、うん、あ、すいません、失礼します、はいはい、すいません、お邪魔しました。お願いします。
真帆さん教えんのうまいんですよマジで。やっぱアイハブってことですか。アイハブはねやっぱね結構マジにそうなんですよね。マジなんすねやっぱ教えんのうまいっす。ザウザウ、あー取れた。アセニオ美味しいか。いやあとはビーストお願いします。ビースト頼みましたマジで。お願いします。頑張ります。うほけどもう勝ちっすよねほぼうちに。ほぼ勝ち。3勝。俺がガイルに負けなきゃいいんですよね。ガイルに負けなきゃ大丈夫。最悪。そうか。いやいや数の子さんに負けないで大丈夫です。なんと気楽に行っちゃってください。これポイントでも大事になる可能性ありますよ。3チームしかいないんで結構多分ポイント並ぶありそうなんで。確かに。行きます。ちゃんと戻ってきてください。はいはい。ソンビーゴッドのところに。マコさん、距離の取り方はめちゃめちゃいいんだけど、ちょっと不安になっちゃってドライブラッシュがめちゃめちゃ多くなっちゃってんのよ。あでそれでゲージがなくなっちゃって結果そのゲージ有利取られて、うん、その消極的になっちゃってるってパターンがすげえ多くて、うんうんうん、で不安になって攻めたところをストライクだったりとか通常ワットは迎撃されてるからドライブラッシュでわざわざ行かなくてもその中距離保ってプレッシャーかけるだけで俺はいいかなと思う。なるほど。上に関してはまあ任せます正直。とにかく距離の取り方めちゃめちゃいいので。あ本当。うん。ただまあ台形じゃなくて台パンとかの方がいいパターンは結構あるかなとは思う。立ち台パン、台キックじゃなくて。うん、台キックじゃなくて台パンの方がいいこと起こりそう。リターンが高い。確かに。うん。な感じかな。数の子もなんかあんまり消極的な感じだから、なんか結構中距離でプレッシャーかけながら迎撃してるだけで結構いけそうな感じは。キャミーのパリダッシュってさ何がいいと思う？キャミのパリアッシュはリーチそんな長くないからガードしても終わり、うん、基本的に。じゃあ放置。そう放置、放置でいい。オッケー。はいお願いします、はい、頑張ってください。はい頑張ってください。
頑張ってください。頑張ってください。いやめっちゃいいのに言ったな。いやすげー戦い。いやナイスファイトっす。ナイスファイトすいません。すげー戦いでした。いやいやいや、いいものを見せていただきました。すげーの見せてもらったな。すげー。